はい、皆さんこんばんは、たくまです。今回は、何をお話しするかというと、まあ早速、まあ本題に入っちゃうんですけど、僕、XAT4 2020 のセッティングシートを公開しました。実はしてて、で、僕のあの Facebook と、あと Twitter しか上げてないか、あ、インスタも上げたんですけど、あげたんですけど、あの SNS とかやってなくて、僕のこのチャンネルだけ見てくださってる方とかも、まあ、もしかしたらいらっしゃるかなと思ったので、まあ友達にまだなってないとかそういう場合もありますので、今回ちょっと YouTube で、解説しながら、見ていきたいなと思います。はい、それではどうぞ。多分ですけど今画像が貼られてるはずなんですよね。はい、貼られてるはずだと思うんですけど、まぁ、ちょっとね、見にくいと思うので、アップした画像も使いながら今からやっていきたいなと思います。まず、どこの部分から話そうか、上の部分からいきます。この予選とファイナルは、11ってなってるんですけど、これ一世のやつです。まぁ、一世も僕もほぼ一緒なんで、セッティング。はい、今回は一緒だったので、まあ僕の名前になってますけど、実は一世ですね、これは。はい、嘘つきました。で、まあトラックはアスファルト で広いコース、IFS なんですね。で、トラクション、ミディアムと、普通の食い方。で、フロントのデフは、まあもちろん、スプールですよね。スプールで、で、リアがギアデフで、ギアデフのオイルが、1万番ということで、今回は固めの、1万番です。まあこれはなんでかっていうと、前に出させるためですね。車を踏んで前に出るようにするために1万番にしました。で、ピニオン28のスパギアは114と。まあ僕114しか使ってないですね。ほぼほぼ最近。114をやってますね。で、ギア比は 7.4 ぐらい。うん、別に 7.2 でも全然いけると思います。はい。で、スプリング。あ、じゃあ、ショックのタイプ1、短いやつですね。両方とも ULP。で、スプリングがフロントが 2.6 で、リアが 2.7。フロントの方が柔らかめの方が僕は好きですね。実は前日練習までプログレッシブだったんですけど、なんか当日路面あんま食わなくて、こっちの方が良かったっていうのはありましたね。で、オイルは450番。前後450番で、リバウンド、フロントだけ 20% で、リアが0ですね。はい。で、ピストン、フロントは PSS で、後ろ4穴の 1.1 ですね。まあ、これは変わらず、いつもの感じです。で、今回、めちゃめちゃ変わってるなって自分思ったのが、アンチロールバー、僕、フロントを今回 1.2 使用してて、で、リアも 1.3。まあ、全体的に数値低めなんですよね。僕前、山の時にいいって言ってたのが、フロント 1.4、1.3 がいいんですよって言ってたんですけど、今回 IFS は 1.2、1.3 が一番良かったですね。で、タイヤはラッシュの新しい VR3。で、グリップ材 SMJ。で、置く時間は、まあ、1分ぐらいですね。約1分から1分半ぐらいですね。はい。で、僕はウォーマーしてましたけど、一斉はしてなかったですね。はい。で、トレッドエリアって言って、まあ、塗る場所だと思うんですけど、多分、まあ、これ、どうやればいいか分かんなかったんで、まあ、タイヤはもう、表面だけです。表面だけ塗ってるって感じですね。はい。次、下行くと、ロールセンターがあります。ロールセンター。FF は、真ん中の 0.5、外。で、高さは 0.5 ですね。で、FR が真ん中。はい、真ん中で。で、全部 0.5 ですね、これ。で、RR が真ん中の、左。で、左じゃない、右ですね。右で左。まあ、一個、内側っていうか、内側ですね。はい。で、RF が真ん中で、これ、あれですね。あ、そうですね。これで終わりか。はい、終わりです。で、今回、アクティブリアサスペンションは使用しておりません。モーターは、ホビーウィング、G3 4.5 ターン。エンドベルのタイミングは36。タイミングじゃない。ごめんなさい。エンドベルの角度は36。ESC は XR10 Pro G2。で、バッテリーが3波動の6000のプラチナですね。ストックエディションですが、今回、これが良かったです。めちゃめちゃパワーあります。はい。で、ボディはツイスター。スペシャルではないツイスターの方ですね。で、ウィングは RC ミッションの 0.5 薄いやつを使っております。おすすめです。はい。で、まあ、ちなみに言っておきますけど、翼端板も RC ミッションです。リバウンド、あ、ちょっと待ってください。これね、後から、あれです。で、上の方、右上行くとですね、まずキャスター角などいろいろ書かれております。キャスターは4度。
で、ステアリングブロックのところのシムは 2mm。はい。まあ、最近そんな変えてないです、ここのシムは。で、ボディポジションは、真ん中のやつですね。はい。見ての通りの真ん中でございます。で、アッパーデッキのシムは挟んでおりません。ベタ付けでございます。で、ホイールベースは 0.5 ということでね、両方とも。はい。で、車高は、前が5で、後ろが 5.4。後ろ高めでございます。はい。で、フロントの等角。フロントの等角は何かっていうと、1度。1度ですね。で、ステアリングのアームのところのシムは 0.5 ですね。あれです。ダンパーのシム挟むじゃないですか。ダンパーつけるときって。それのシムですね。はい。で、上が 4mm で、下が 2mm となっております。はい。で、リアは、トーインが2度。2度で、ダンパーの、その、取り付けるところのシムは、上が 2mm で、下が 1.5 になっております。はい。で、ロールセンター、アッパークランプっていうところ。これは、どっちとも1にやっておりますね。はい。で、デフポジション。フロントダウンとなっております。リアは、アップ。で、バランスは 10g ずつ、まあ、サーボ近くに置いてて、サーボ近くっていうか、まあ、あれですね。まあまあ、フロントのところに 10g 置いてて、2つとも。はい。で、ステアリングのシムは 1mm。アッパーデッキが 2mm。2mm で、1.6 はちょっとあんまりでしたね。で、あと、アッパーデッキの止めるやつあるじゃないですか。いろいろベアリングで止めたりとかするところ。ここ一番ガチガチのやつでやってますね。ノーポストはあんま使わない。ベアリングもあんま使わないですね、自分。はい。で、デフは言いましたね。アップということで。で、次が、ステアリングの、打角だと思うんですけど、これは28度ですね。はい。ゲージで測って28度ですね。で、あとは、サスマウント、アルミ、ステアリングプレートは 8.5、シャーシはカーボン。で、シャーシブレースはアルミのやつ使ってて、まぁ、ちょっと隠れちゃってるんですけど、リアの、前の方のサスマウントは、スタンダードじゃなくて 0.-0.25 ってやつ使ってます。はい。で、RR が、アルミですね。で、ビスの止め方はこんな感じなので、ぜひ参考にしてみてください。こんな感じでございます。これが一番良かったんですかね。ティーブレース今ありきでずっとセット出してるって感じです。で、最後の方やってまいりました。最後の方見ていきましょう。まず、フロントの足回りですね。シガーブはミディアム。硬さはミディアム。今回珍しいですね。僕、グラファイトをいつも使うんですが、今回ミディアムということで、まあそっちの方が曲がるっていうかトラクションかかりました。曲がるし、はい。で、何点やったっけ、ステアリングブロックじゃないわ、ここですね、ここの部分です。ここはグラファイトが良かったですね。ミディアムやったんですけど、ハードかな、なんか柔らかいやつやったんですけど曲がんなかったんですよね。よくわかんないですよね、ほんと。で、この六角形のハブですね。まあ、タイヤつけるとか、ホイールハブは 4.25、フロントが。で、リアは、まあ、リア言っちゃおう。リアはスタンダードでございます。はい。5mm ですね、普通の。5mm で、で、ドライブシャフト、フロントはベアリング式のやつ使っていて、52mm。そして、リアがね、僕、XA の標準のやつ使ってますね。はい。標準のやつです。で、シム。アッパーアームのシムですね。フロントが、外側が 2mm で、内側が 1.8。で、リアが、外側が 4mm で、内が 1.8。で、位置は1の方にしてます。赤い方ですね。はい。で、リバウンドなんですけど、これ 8.7、8.2 って書いてるんですけど、まあ、先ほどメモには書いていたんですけど、サスアームのピンのセンターで、ノギスで測った、位置です、これは。で、最後、キャンバーとか、フロントのアーム、リアのアーム、そしてショックタワーとダンパー位置。まずキャンバーは2度2度。一斉はフロント 1.5 でした。なんででしょう？それは膜からです。はい。で、フロントの、アームは、ショートでグラファイト。で、リアもショートでグラファイト。で、ショックの、位置、ダンパー取り付け位置はどっちとも真ん中ですね。123の2ですよね。で、ショックタワー、ダンパーステイはスタンダード ULP を前後使用しております。はい。
そんな感じでございます。まあ、もしねお悩みの方とかもしおられましたらぜひ参考にしてみてください。まあとりあえず走ると思います。そこからね好みに合わせていただいて運転しやすい方向とかにすれば全然楽に走れると思います。それではね、今回はこんな感じで以上になります。ご視聴ありがとうございました。